っしゃ、風です。はい、どうも皆さんこんにちは、風です。ただいま自分は日本ジャパンにいるんですけども、皆さん台湾編楽しんでもらえたでしょうか。台湾編は観光名所行って僕の夢を打ち明けたりとか、あとありがとうございます。まあいろいろやったんですけども、まだ見てない人は再生リストから台湾編を見てみてください。ということで台湾編を無事を終わらせて、ただいまより風ライフ新しい国に行きたいと思います。どこ行くんだよ。今ですね、風ライフ始まって約3年経ったんですけども、これまで YouTube 上でみんなに見せてきた国、これ。19カ国、19カ国、ありがとうございます。皆さんのおかげで続けられております。そして今回記念すべき第20カ国目の国に行きたいと思います。発表したいと思います。僕の20カ国目多分ね、多分20カ国目の国は韓国。そこは分かんない。語尾上げてくれないと。韓国ー、韓国のが良かった。なるほど。じゃあちょっともう一回やらせて。カズエライフ20カ国目の国は韓国ー。ということでですね、20カ国目にしてようやく韓国に行くんですけども、今回ね、動画ね、これ見てもらったら分かる通り、見てください。あらっしゃい、ビヨーンってな感じでね、いろんな人がいるんですよ。彼らを皆さん知ってますか？知らないですよね。ということで説明したいと思います。ありがたい、ありがたい、ありがたい。君らは誰ですか？ユータ、ユーマ、アブギ、コマブレー。はい、ということでですね、カズライフ実は地元の友達にもう一人 YouTuber がいまして、そちらがただいまチャンネル登録者数が380万ぐらいですか、はい、380万人、まあ、僕のちょうど13倍ぐらいいる YouTuber なんですけども、まあ、この子たちと、地元の友達なんですよ。あー、トンネル入った。そしてですね、皆さんと今から韓国へ行くんですけども、実はですね、先日ですね、コムドットっていう YouTuber の、動画に出させてもらって、地元10番対決っていうのをしたんですよ。しましたね。あれ大盛り上がりだったんで、ちょっと皆さんぜひ見てもらいたいんですけど、そちらでですね、僕らのチームが勝つと1000万円をかけて韓国に連れてってくれるということで、はい、やってもらったんですけども、なんと僕らのチームは無事勝ちまして、ただいまから韓国へ向かうということで、本日の企画地元億万長者に韓国連れてもらってみた。はい、ということで地元の、億万長者たちに1000万、かけてね、今回韓国連れてもらうんですけども、いつも風ライフはね、いろんなバックパッカーとか泊まりながらめっちゃいろいろ頑張ってるんですけども、今回はね1000万をかけて韓国に行くということで、見てください。いつもね、空港まで電車で行ってるのに、マネージャーのボン君が車に乗っけて羽田空港まで連れてってくれると。いや、もうすでに始まってますね。レベルの高い旅行が。ということで今ようやく羽田空港に到着しました。で、こっから1000万円をかけたえぐい旅行が始まるということで、いつものカズエライフではできないことを今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは皆さん、まずちょっといろいろチェックインして空港行ってきます。よろしく、よろしく、しっかりやろう。はい、ということで風邪が初めてのラウンジに来ました。やばい、やばい。でもすごいね、この人に撮ってないような感じは。そうだね、確かにコムドットファンの人も楽しめるであろう。やばい、ここはちなみにアナだけが入れるラウンジになるらしいです。これも全部無料でございます。あの、この辺とかも全部無料でした。いや、無料ですね。うわー、マジで助かるよ。はい、全部無料。
かで全部です。全部です。いやー、ありがとうございます。てか、このラウンジってどうやったら入れんの？ビジネスの。ビジネス以上持ってた。ビジネスにしか入れない場所。うわー、だから見たことねえんだ。ヒューが呼び、アングル的には俺に来そう。うん、ヒューが真ん中にカメラあっちゃおかしい。あ、映りたい。うん、やっぱり知ってたんですよ。ナンバーリリカナタの。いや、お前何も喋らんのかよ。はい、ということでラウンジで飯を食ってきて、まだ紹介していないコムドット2人はこちらです。ヤマト。俺紹介してないの？俺いっぱい映んなかったっけ？でまだ紹介してない。ということで今からラウンジを終わって飛行機に乗ります。そして韓国へ向かいます。ビジネスクラスです。やべえ。僕がいつも乗ってるのがこっちです。ありがとうございます。ということでビジネスクラス乗ったんですけど、見て、ね、このボタンで、え、動かない俺の、これ俺の、あ、動きました。もう少しでフライトです。了解です。さあ、ここからもうすぐフライトらしいので韓国へ向かいたいと思います。初韓国キリギス。まだ地上についてるよ。このフラフラもね、あんま好きじゃないよ。あ、いい、離陸する。飛んでんだもん。飛んでると思うよ。一番だからわかんねえ。あ、すごいわ、飛んでる感じする。皆さん、初めてのビジネスクラスなんですけども、えぐい飛行機の上で寝ております。これやばいね。これに慣れちゃったの怖いですね。ここから約1時間46分ぐらいのフライトなんで、この時間を有意義に使いたいと思います。バジルソテーみたいなこと言ってたね。そんなのがサーモンじゃない。あ、これですね。あ、いや、マジで熱っ。え、すげえ、すげえ。本当に、うん、嬉しい。はい、ということでサーモンのソテーをいただきたいと思います。レストランやん。すごいね。え、初？風こういうの。こういうビジネス初ですよ。初なんだ。冷てぇ、見てこれ。やば。なんで一気に冷えてる。ということでサーモンのソテーいただきたいと思います。いいね、そんなわざわざナイフとフォーク使わなくても。ビジネスやらせて。うわ、やばい。ちょっとめちゃめちゃ食べづらい。ね。なんで飯でしょ。わかんない。え、みんな来ないの？みんな飯来てないの？俺だけ飯ついてんの？どういうサプライズこれ。いただきます。そのソースうまそうやな。あ、うめえぞこれ。うまい。その丸いの何？どれ？これ？そう、これはですね、食べてみますね。どれそれ？これわかんない。来たら聞いてみるか。聞いてみるか。これ何ですか？ちょっと待ってください。あ、すいません。気になっちゃって。チキンですね。チキンだって。あ、チキンなんだ。へぇ、はい、ありがとうございます。俺さ、いろんな飛行機乗ってきたけどさ、日本の知恵が一番いいと思う。対応も、対応が、日本の航空が一番いいと思う。
最高です、赤さん。嫌な気持ちにはなんないもんね。絶対に嫌な気持ちになんないもんね。この世の食材に全てを。いただきます。めっちゃコーヒー飲みたいです。間違いない。ピー頼んでよ。これだもん。え、これだもん。ピー、コーヒー3つで。この連れてってくれてるコムドットグたちはみんなのんびりとしているのに、連れて行ってもらっている僕らめちゃくちゃ食べてる。無邪気です。最高ですね。寝るのがもったいないです。はい、ということでビジネスクラスありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからコリアあれあれあれ、誰ちょっと待ってくださいね。今回1000万かかってるということで、なんか韓国人が現れました。送迎役の方とかかな、いろいろいるんだと思います。天木先輩、あの方は誰ですか？あの方は橋本さんという方と、はい、あ、日本人の方、はい、とデーンです。デーンです。普通に友達？いや、友達というか、まあもう韓国行くたびにお世話になります。あー、なるほどね、はい。じゃああの人に今回から、はい、今から行くホテルはなんていうところですか？パラダイスシティホテルでしたっけ。パラダイスシティホテル、ソウルで多分3本指ぐらいに入るホテルじゃなかったっけ？めちゃくちゃ有名だよね。めっちゃ有名なホテルなんですよ。そこのホテルに行くということで、ちょっと楽しみにしてみたいと思います。ということで、まずは韓国の匂いを吸いましょう。おおっ、うわっ、うわ、初上陸韓国。韓国、まずは向かう場所はヒューガと一緒にヤニヤニです。それでは韓国園楽しんでいきましょう。はい、ということでホテル到着しました。こちらのホテルの名前がパラダイスシティホテルです。韓国ソウルで3本の指に入るホテルに来ました。ありがとうございます。すごい。で、今回ですね、5部屋4部屋、マネージャーの部屋含めて5部屋、5部屋も取っていただいて2人1組になって部屋に入ったんですけども、今回僕が一緒に泊まる人は河本裕太くんです。ビヨーン、ビヨーン。ということで、まずホテル見に行きましょう。ホテル見に行きましょう。あ、間違えた。ホテルの内覧見に行きましょう。どうか変わってないよ。ホテル部屋の中の、そう、部屋の中をまず見に行きましょう。外じゃない。はい、ということで始まります。今回泊まるのは9232のお部屋でございます。はい、ではゆうたくん、ホテル紹介お願いします。はい、まず入ってすぐこちらですね、トイレあります。うわー、うわー、でかっ、えぐい。あ、いいねー、いいねー。ここで2畳ぐらいあるのかな。 1.5 畳ぐらいあるね。ここで 1.5 畳ぐらいありますね。そっから、まあトイレはまあまあまあ綺麗ですね。まあそうね。先リビング行く？あ、リビング行っちゃうか。はい、まあここの辺にも収納があって、お、開けてみると、おいしょー、綺麗ですね。いいね、いいね。あれ、こっちは何なんですか？あの、見てはいけないものを見てしまいました。そしてこちらがゆうたくん、何ですか？リビングになってます。よいしょー、えぐい。こりゃ広いね。これはやばいね。でーか、窓とか、わー、え、えぐない？ちょっと電気消して。あ、そうだね。こんな景色が広がっております。うわ、エモいよ、ゆうた。いや、綺麗だね。なんかちょっと閉園後のディズニー感が。ゆうた、後で下行かん？なんで？え、なぜお前さ、前情報もちゃんと説明してよ。ああ、タイマーですね、コムドットの方でもね、動画撮ってて、明日え、カジノに行くらしいんですよ。で、そこの映像はね、ちょっと僕の方では流せないんですけども、今回の1000万旅行の多額のお金をかけて貸し切ってるということで、え、何時に行ってるんだっけ？7時半に起きて、8時50分にした。こんな感じですか？2時11分。はい、ということで、その次は何ですか？こちらに来まして、よいしょよいしょよいしょ、寝室になってます。おいしょー、来たー。綺麗だね。いやー、えぐいね。こんなとこ泊まる？えぐいよね。じゃあゆうたくん、行っちゃってくださいよ。そっち、うわっ、おっと、そして見えるのがこちら、浴槽ですね。えぐいです。えぐい位置にあるよ。えぐい位置です。
だってこっちが玄関だから。あ、そうじゃん。ここがクローゼット。ここ何？鏡で。やばい。でかすぎだろ。このスペースいる？服とかかけてさ、このアウターとか。これ着て寝てってことでしょ？うわぁ、ちょっともう、金持ちの感覚わからん。ないっす。金庫。貴重品入れてください。ないな、とか言うんだ。えぐい。えぐいね。これ、カズエライフ史上一番高級なホテル。ちなみに、お値段どんぐらいですか？一泊。あ、ここ？うん。一部屋？うん。15万とかじゃない？おー。高いよね、それ。高い高い、めっちゃ高い。ですよね。どこよくわかんないですけど、でも明日の方がもっと高いんでしょ？明日泊まる部屋やばい。らしいんですよ。これは今なんか前乗りということで、とりあえず取った部屋なんですけども、こんな感じになっておりました。ね。ということで、明日、朝からコムドの方でカジノに行ってくるんで、この一瞬一瞬を噛み締めていきたいと思います。はい。それでは、じゃあ、明日も楽しんでいきましょう。いやっ！おはようございます。ということで、ゆうたおはよう。ということで、今日はカジノに行って、その後街をぶらついてみたいな感じで行きたいと思います。でね、カジノはね、取れないんですけども。どんぐらい勝つの、ゆうた？まあ、50万ぐらい勝ちたいの。行き止まりやないかい。じゃあカジノ行ってきます。はい。おいしい、カジノ。はい、ということでカジノ行ってきました。軍資金5万円いただきまして、その後最初20何万買ったんですけども、計算をミスっていまして7万勝ちです。すごい、すごいガチ。いろんなとこ行ったやん。すごいよ、行く時間ない。めっちゃでかい。ない、俺クラブ行く時間ない。え、ヒューが今んとこ何？何か。カジノの結果80万。お前ダメなの。ダメなの。はい、ということで今からね、飯を食ってショッピングモール行くんですけども、ちょっとショッピングモールならね、ちょっと動画流せないので、帰ってきてのんびりして、まず韓国1日目終わろうかなと思います。あらわっしょい、あらわっしょい。それでは皆さん、後ほど。あれ、今回は明日明日になってな。はい、ということでですね、ショッピング行って、ホテル戻ってきました。よいしょ。よいしょ。そして今回ですね、1000万をかかった韓国旅行ということで、最後ね、昨日見せた部屋のもう一個上、ロイヤルスイート、ロイヤルスイートを僕らのために取ってくれました。ということで、えぐいです。一泊なんと70万円のホテルでございます。それでは皆さん、こちらがロイヤルスイートです。これはやばい、やばいです。普通にやばい。レベチでひどいです。いや、もうこのとかいらないよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけいらない。もうカズエライフの動画では一生見れないでしょう、謎の本。もう一泊70万を払ってここにいたら、もうあの本を読んでる時間もありませんね。ちなみに見てください、こちらがシャワーとでトイレでございます。この辺は俺らのとこと一緒ですね。グレードが低いと言っても、僕らが前回泊まったところもめちゃくちゃ高いホテルだから、なんかもう意味わからん感じになっとる。うん、本当に。でもこれとか何って感じですよね。これ俺がよく使ってるホステルの洗面台の大きさ、これですよ。これがなんかもう物置物になっておりますね。そしてベッドはもう一つ、ここにクイーンベッドですか、キングベッドですか、ちょっとわかんないです。こんだけでっかいベッド、僕の普段泊まってるのだいたいこんぐらいですね。3分の1サイズでございます。はい、ということでね、まぁ、今回地元の友達に1000万円をかけて韓国連れてってくれるということで、みんなで泊まるんですけども、もうね、夜のね11時を過ぎてるんですけども、地元の友達旅行ということで、みんな今からね遊ぶのでですね、僕も夜まで、楽しんでいきたいと思います。こんな感じでね、韓国編はスタートするんですけども、まあ、まだね、この動画から韓国がどんな場所なのかとか分かんない人たくさんいると思います。そして今回僕も韓国初めてで、もう全く分からないですけども、いつものカズエライフみたいに海外の魅力、この韓国という国の魅力ね、いろんな撮ろうと思ってる動画あるんでね、観光先として大人気な韓国編、ぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、
次の動画で。せや。カンジャンシジャンです。ハケネグったションのサムがゆうたくん、ここで買うらしい。頼もしいね、頼もしいね。ちなむと、ちなんでいい、いや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 、ちなむとここ行きつけね。